ダン。はい、ということで G 運からまた新しいジンバル運台が登場しました。今日はこれを早速チェックしていきましょう。それではよろしくお願いいたします。まずは開封からやっていきます。オープン、パカッ。はい、今回はこんな感じのスマホスタビライザーとなっております。このケースから取り出していきます。そして今回の特徴はですね、どれだったかな、なんか AI ユニットってあるんですよ。これかな。はい、こちらですね、 G 運 AI というものがありまして、これを使って例えばもうスマホで勝手に自分をトラッキングしてくれるという機能を持たせることができるみたいです。ちなみにもう一つのこっちは何だろうか。よいしょ、形は似てるんですけど、あ、ライトですね。今はレッドがついてますが、これを黄色、青、オレンジと変えることができるみたいです。ちなみにこちらはクレーン M3S でもついてましたが、同じような、よいしょ、ミニ三脚ですね。さらにもう少し小型になってるかな。はい、それでは今からこのジンバルにスマホを乗っけてバランスをとってみましょう。ちなみにロックの解除はこちらパチッと、さらにはですね、この軸に関しては力任せにもえいやと引き出してやるみたいですね。よいしょ、でこっちも同様となっております。ちなみにカメラの向きはこうか。よいしょ、でそしてこのバランスを取れば OK と。はい、セッティング完了しました。これでもうジンバルとして活用することはできるんですが、そしてこのボタン類からいろいろ操作することも可能になっているんですが、アプリを活用することによっていろいろとできることがぐっと広がりますので、まずはそちらをセットアップしていきましょう。さてさて、このジンバルとスマホをペアリングしましょう。 Bluetooth で接続されます。こちらをタップしていただきますとちゃんとつながるはずです。うまくいきました。しばらくすると立ち上がりまして、このような感じでアプリから録画することが可能となっております。カメラの方はこれ 0.5 倍もできるかな、こんな感じにワイドに撮影することも可能となっているようです。そしてもうこのアプリからいろいろとセッティングはやっていきます。まずはこちら、今オートモードになっておりますが、マニュアルでいろいろと細かくシャッタースピードや ISO を変更することも可能となっております。さらにはジンバルのセッティングもいろいろできるんですが、それを変更するにはこの一番下の3点リーダーのところ、これをタップしていただきますと、こんな感じで細かくセッティングすることが可能となっております。一番変更するのがこのフォローモードだと思うんですけど、パンフォーカス、ロック、その他ですね、大体のジンバルに備わっているものは入っているかなと思います。他には例えばですね、チルト反転制御といって低い位置で撮影するときに使う機能とか、大体のことはもうできてしまうといったところです。よいしょ、あ、そうそう、動画撮影だけではなくて他にも写真撮影はもちろんのこと、パノラマ合成を後からする場合とか、タイムラプス機能なども用意されているみたいですね。スローモーションにも対応しているのか、ドリーズームもできるのか、本当にいろいろとこのアプリには機能が備わっているなという感じです。ただし現時点でタイムラプスに関してはこのシャッター間隔とかその時間っていうのを細かくコントロールすることができないみたいなので、この点に関しては今後アップデートされるとよりありがたいかなと思っております。さあ、それでは実際にこれを使ってみましょう。やばいやばい、とっとと帰らなきゃいけないけど結構距離があるというね。いやー、そんな中でも動画収録をするという結構執念を見せておりますが、これで今僕の iPhone の方ちょっと外部マイクないので、このヘッドホンで置くところがないからこんな感じでもうかけてるんですが、あー、せっか飛んでくる、せっか飛んでくる、あ、後ろから車やってくる、やばい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 、
昨日は時間に追われてしまってまだ紹介できてない機能とかありますので、今日は場所を変えて2回戦と行きたいと思います。そして実はこのピースサイン、ちょっとした意味があります。それがジェスチャーコントロールという機能についてなんですが、今オフになっているんですよ。こちらについて、よいしょ、オンにして、そしてフォロー&シュートとしておきましょう。この状態でまたピースサイン作ってください。そうするとカウントダウンが始まりまして、自動的に録画が開始されます。それだけではなくて、この緑の枠出てるじゃないですか。この状態で歩いていきますと、なんとジンバルが自動的に追尾してくれるんですね。まるでカメラマンがいるかのよう。以前にもですね、こんな感じの雲台といいますか、電動雲台をね、紹介させていただきましたが、ジンバルのいいところで、こういった上下動にも対応してくれるというところです。例えば野鳥を撮ってますとかね、こういう時に使えるんですよね。よいしょ。あんまり早く動くとね、ロストしてしまうので、ゆっくりゆっくりやっておりますが、とにかくですね、まるでカメラマンがいるかのような、そんな感じの演出をすることができます。ちなみにこの AI ユニット、最初は何か効果あるのかなって思っていたんですが、実際使ってみると全然違う。こうやって歩いていくとすぐにわかるんですけど、もう動きがね、明らかに俊敏になっているんですよね。自分の顔をセンターに捉え続けて、そして早く動くようになってます。だから例えばさ、こうやってしゃがみ込んでパッとジャンプするような場合にも追尾してくれるんですよね。さっきのだったらロストしてたから、もう全然違う。いや、すごいね、このユニット。それではタイムラプスを撮っていきましょう。これもなかなか面白いです。まずはこちらをタップしていただきまして、現時点では間隔とかデュレーションに関しては指定できないみたいなんですが、ここら辺もいじれるようになるとより自由度は上がるかなと思います。そしてモーションについては、これですね、 A 点 B 点の指定をすることができまして、スティックでまず A 点を指定してあります。そしてプラスをタップしますと、このように記憶されるわけですね。でそして反対方向に回していきまして、どこまで行こうかな、こっちの方に行ってまたプラスをタップします。これでね、開始すればタイムラプス動画が撮れるわけです。はい、こんな感じになります。はい、ということで本日はスムース 5S というスマホスタビライザーを紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。最後はね、ジンバルらしくこんな感じの歩き取りでお送りしたいと思っているんですが、特にすごかったのがね、 AI プロセッシングユニット、これを取り付けることによって、もう全然追尾の精度とかスピードとかが変わってきますので、明らかに効果があるんだなと思った次第でございます。まるでね、一人でもカメラマンがいるかのような、ワンオペでやってる方にとってはですね、強力な機能になるのではないでしょうか。一方でタイムラプス機能とかは、もう少し細かい設定が、カメラ側の設定ができるようになると、また幅もね、ぐっと広がりますので、そこら辺についてはちょっと改善要望を出しているところでございます。ともかくですね、このスタビライザー一つでいろいろなことができますので、なかなか面白いなと思った次第でございます。それでは本日はこれぐらいで動画を終わります。ここまでご視聴くださった方、ありがとうございました。失礼します。さよなら。